すごいグラデーションだね。あれです。すごいいい柄。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。皆さんこんにちは。ジャーナルスタンダードのジャーナルジャーニーナビゲーターの村上です。と、はい、ジャーナルスタンダードプレスの玉木です。ジャーナルスタンダード町田ペン栗畑です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただいま時刻は8時20分。8時20分。はい。僕ら5時起きですもんね。おはようございます。おはようございます。朝からありがとうございます。今日の企画はリクエストがあったんですよ。爆買い企画してくださいっていう。どこで爆買いしようかなって考えて、はい、メンズの千葉が一番広いんですよね。そうです。すごいお店です。ここ今千葉ペリエ3階ジャーナルスタンダードに来てるんですけど、一番広いお店でヤッホーっていう店長を呼んでみますか。店長鈴さんです。おはようございます。おはようございます。千葉店の店長鈴木です。よろしくお願いします。ヤッホー。ヤッホーっていうのは、まあ、ジャーナルスタンダードで新しく始まったコンテンツで、まあ、僕らファッションを売りにしてるセレクトショップなんですけど、まあ、やっぱりこう街でもおしゃれしたいし、遊びに行った出先でもこう遊びの中でキャンプとか、まあ、そういったアウトドアシーンでもおしゃれしたいよねっていうので、まあ内外スタイルっていう形でやらせていただいてます。さすがです。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい店長が。あ、店長どっか行った。というふうに今日はスーさんが、はい、スーさんという店長に接客してもらいながら、このヤッホーストアのアウトドアのアイテムとか広い店内のお洋服とか見ながら二人に爆買いしてもらおうと思います。そう、強く外商企画、はい、やりましょう。じゃあ企画説明は以上になります。おお、ここから自由ってこと。はい、ちなみに今日お買い物を2人は何がしたいかとか狙ってるものはあるんですか。僕、玉木、うん、ちょっとね、楽ちんな服がそろそろ欲しいですね。暑くない。あー、確かに。大成君は。僕もちょうど来週キャンプに行ったりするんで、キャンプ道具含めてそういうアウトドアファッションとか千葉店特有かなと思うんで、うん、町田にはないんでちょっと見ていきたいかなと思います。はいはい、千葉店で買い物していきましょう。了解しました。お金は気にしません。まず気になるのはもうヤッホーですよね。大成くんって、はい、プライベートでもめっちゃキャンプとかしてますよね。キャンプ好きでめちゃくちゃもうこの辺でゴールゼロとかマノルデスクとか好きでよくキャンプに行きますね。町田店だとどれぐらいありますか、キャンプグッズ。町田はもうこういうヤッホーみたいなのはこもなくて、まあ、なんかこうグラミチとか、まあ、チャムスみたいなウェアは少し入ってくるんですけど、こういうギアをがっつり見れるっていうのがなかなかないかなと思います。それは嬉しいですね。嬉しいですね。テンションがめちゃくちゃ上がりますね。それ玉木さん何ですか。これよくわからないんですけど、多分チーフォルやつか。開けるやつじゃん。開けるやつだね。コマで回すの。コマで回す。線抜きなんですけど、これをこう回して刺さった人が何かするみたいな。へえ。チャラだのはず。チャラだ。じゃあこれで。それ買いますか。はい、これ買います。うん、でも玉木さん好きそう。好きよこういうの。本当や、矢印書いてるわ。うわ。もう今豚はこうなってる時代。大型で噛まれやすいんでこれも買います。それカトリ線香。カトリ線香、そうですよ、カトリ線香。でもさっき大成君が言ったゴールゼロとかをなんかわざと中に置いて、うわー、カトリ線香咲かない時もおしゃれな間接照明。豚の。へえ。やっぱりこれ買います。カトリ線香だったら僕はこれがいいですね。 What do we want?北海道の旭川の家具メーカーです。家具メーカーがやってるおしゃれインテリア、アウトドアインテリアみたいな。おしゃれアウトドアインテリア、はい、What we want www。 結構手に入れるのも難しかったりするような、結構キャンプ好き、キャンプでおしゃれしたいなって人はすごいみんな知ってるんじゃないかなっていうブランドかな。うんうん、大成くんも詳しいですよね。大成もアウトドア歴長めか。いやいや、僕はもう、もともとなんかこう、実家とかでちょっとやってたんですけど、本格的に自分でやり始めたのが、2年くらい。ああ、素晴らしい。はい、うん、
その蚊取り線香は何色にするんですか？ちょっとでも落ち着いた色がキャンプロゴにちょっとバッグの色を買います。ワットイモントといえば僕のイメージはこれ、このカットリ線香のカットリ線香、カットリの カットリ線香カットリ線香のやつなんで、これちょっと買います。大きさは？え、これは？これはちっちゃいやつ、ちっちゃいカットリ線香、はい、出るね、趣味が、趣味が出ます。確かにそれぞれっぽさがある、ね、同じカットリ線香でもそういう幅があるんだね、そんなのね、こうは。ここまだ手前でしょ。ここまだ手前、入り口入ってすぐですよ。これ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 、それ何ですか？これね、ホットサンドメーカー。今回ちょっと実は狙ってたものがこれです。キューバサンドメーカー。へえ。これあの会社の近くにキューバサンド屋さんがあって、うん、美味しいんで自分でも作りたいなと思って、キャンプ連れて行ってもらうことが多いんで手ぶらで、うん、これだけ持っていきます。いいですね。まあ、玉木さんは自分ではしないですもんね。しないよ。だってそんな、あれ、テントとか濡れたら、めんどくさそうだし。それ込みで楽しいのがアウトドア。アウトドア。確かに。ちょっと不自由ぐらいがちょうどいい。わざと、不備を感じに行く。そう。深いな。あまりそう。僕はちょっとこれを買おうかなと思います。それ何ですか？あ、コーヒー。入れるやつです。最近コーヒーちょっとハマり始めたので。コーヒーにもハマってる、はい、キャンプでコーヒー飲むのおしゃれかな。グラスここに置いてみたいな。あ、なんかキャンプでも使ってほしいし、家でも使えるっていうのまさに薬効的なアイテム。まさに薬効だ。まさに薬効。外でも使えるし、家でもなんかおしゃれにコーヒー入れる。ぜひキャンプだけじゃなく家でも使えます。おしゃれ。あ、でもこれこういうのであつまめだ。こういうのでコーヒー飲む人もいるイメージが。チャイカップでコーヒーとか飲んだりスープとか飲んだりします。これで温められる。直接それで、はい。ちょっと考えます。最近ゴールゼロ買ったんで。このランタンシェード、これあるだけでキャンプ場もおしゃれに見えるんで、色合わせてこれとこれもワットウィーボント、あ、ブランドを揃えて、ブランド揃えて、小物も揃えて、ファッションじゃないですけど買おうかなと思います。これと巻き置きも結構悩むんで、巻き置きか、これそうですね、巻きとかは多分ここに置いて、うん、ね、カゴとかにガン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 乗せちゃって、それもかっこいいんですけど、こういうのがあっていいかな。これちょっとカラー揃えて、おお、危ない危ない、買いすぎじゃない。いやいや、3点ちょっと買います。お店入った時、大勢くんワットウィーウォントにめっちゃ上がってたんですよ。ワットじゃん。ワットさん、さすがですね。さすがです。さすがです。ヤッホーぐらいじゃん、こんなに関東でワットウィーウォントこうゆっくり見えたりとか、在庫あったりとか。それ何ですか？これは焚き火ね。焚き火。焚き火。あ、ちょっと、ああ、なるほど。こんなんです。うわ、かわいい。ああ、いいですね。え、スーさん、これに中に木を？中に小枝入れてって、ソロストーブは二次燃焼を促してくれるので、きれいに燃えれば、すごい炎がきれいに立ち上がるので、まあ、上に五徳とか置けば、ここで簡単な調理とかもできますよ。あ、なるほど、はいはいはい、こういうことですね。で、こうできるのよ。めっちゃ見た目も可愛いですね。可愛いね、おしゃれですね、うん、そうそう、ちょっと考えます。こういうのが揃ってる男ってかっこいいよ。横にいるよ。お、だからかっこいいんか。やっぱこういうのでもあるとモテる。みんなと、そうですね、行った時とかに一人でもできます。なんかみんなになんか作れたり。はいはいはい、おもてなしね。おもてなしで、はいはい、よしよし、そういう人が増えれば俺は何もせんでもいい。確かに。おお、これかっこいいっすよね。こういうことですよね、タープとかにつけたりとかして、これいいっすね。家とかでも使えそうですね。家にこれ、おしゃれ。高いやろこれ。ああ4400円。え、俺も欲しい。でも本物の角ですもんね、これ。
あ、そう、本物、変えちゃうお値段が、うん、いいですね、うん、どうですか、ヤッホーは満足充実してますね。テントとかもやっぱりサイズあって、アウトドアショップにはたくさんあると思うんですけど、こういう小物が充実してるお店ってなかなか、うん、であとも駅直結でこんだけ見れたりとかってなかなかないから、直結も直結よね、直結も直結なんで、直結も直結、うまそうでしょ。ウェアも見ていきますか。ウェア早速、僕ちょっとドライな肌触りが、みんな知ってるカノコ素材なんですよ。ラコステね、同トーンでベチュアなんですけど、うんうん、これおすすめですよ、ラコステ。これおすすめ、散々 YouTube で見ないとだと思う。そうそう、ラコステは前にも紹介させていただきましたね、はい、の新作です。そうそう、 あとビジュアルも上がってます。あ、貼っときます。はい、大成くんもこういう T シャツ着るんですか。T シャツ1枚の時は、夏場とかはこういうプリントティーとか着ます、ね、これだね、俺はちょっと、うん、好きそう、めちゃくちゃ好きっすね、こういうメキシコモールカンパニーっていう会社っすね。これ全部同じブランドですか。これそうっすね、全部モールの今季のシリーズか、かわいい。ちょうどこんなに数あるんで、それぞれ推し1枚ずつ見せてください。はい、ああ、そう、確かに。はい、決まりました。僕も決まりました。早っ。今度勝負は早い方がいい。もう一発です。じゃあ、せーの。うわぁ、派手なんだ、結構。大勢でも確かに、インスタとか見るとか、こういう派手めも来る。派手めも結構来ますね。それは今年はカラーっていい。すごいいいかなと思った。サイズ感もいいですね。わ、ちょっとね、大きく着れるし、ガバッと1枚着れるし、暑いとこ住んでるから、そうなんです、程よく。これにショーツで、うん、サンダルでも収まりになるスタイルかなと思、うん、あの自転車乗るんでしょ、あの自転車に。あのバックのカラーリングとか、うん、なんかこういうバックロゴの T シャツとかって、なんかちょっと今逆にいいかなというか、古着とかでよく見るから、うん、ちょっと説明ね。かわいいかわいい、じゃん。好きそうなやつね、はい、最近こういう手書きっぽいアホみたいな T シャツ、あ、バカみたいな T シャツをちょっと集めてるんですよ、うん、これ買います、はい、これも買います。あ、いいですね、 T シャツ、 T シャツ、うん、おもてなしキャンプ呼ばれると思うんで、うん、これ着ていくんですか。あと行楽地に行くシーズンなんで、うん、これ着ていきます。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ格好つけてこれ着ていきます。ゆくさん、ここまでですか、お店は。ここまでがイントロ。イントロだ、すっごいこれかっこいい、これもう出たースバックアイスター。でもお洋服を見ていいですか。どうぞ。これ今ジャーナルに一押しないですか。プルマとかどうだよ。あ、発売したて、リミテッドカラー、リミテッドカラー、ほら、腰飛んできた、アウトドアやね。すごい量です、ね、こういう時はスーさんにゾーニングというか、うん、大体その辺行けばあるよとか。ああ、確かに、聞いてみましょう。聞くとかもありなんですか。ありです、ありです。スーさん、カメラ映そうせ、怒るかもだけど。ゾーニング、ゾーニングというか、ゾーニングに関しては、はい、まずちょうど玉木くんの後ろにあるこの辺が、はい、まあ、ステッド。なるほど、うん、でこの辺に、まあ、ちょっとこうジャーナルで今おすすめしてるスタイル、テクニカルな素材に対して天然素材みたいな、こうちょっと異素材同士の組み合わせでみたいなのがあって、まあ T シャツ類だったらここにもあるし、ヨーロッパのなんかキッズたちが着てそうな感じのスポーツウェアかける、まあジャーナルスタンダードならではのトラッドみたいなの表現をしてるゾーンがあって、入り立てほやほや、はい、ほやほやもあって、ほやほやもあって、あとはもう奥まで、すごい、奥の奥まで、すごいですね。ありがとうございます。スーさん、あれはお酒飲んでない、日焼けしてる。昨日大島から帰ってきて、自転車で一周して、え、で、先週が海入って、すごい、足真っ赤かれて、虫にボコボコに刺されてる。これがアウトドア。
手書き風。これも買おう。今あの集めてる。へえ。変な手書き。T シャツは何枚あってもいいですか。そうそうそう。T シャツはね何枚あってもいいんです。うんうん。パンツがないんですよね。ボトムス難民ですか。これねテイクイットで買った。うん。よく履いてますね。すっごい暑いです。ポリエステル系がやっぱり夏いいんじゃない？うん、涼しいしね。こういう柄系もいいんですが、グレー系ですね。うんうん。ギュッと縛って履いたらトロッとなりそうなんで、うんうん。バカっぽい手順を合わせます。うんうん。値段だけ見とこう。僕はこれが気になります。それ何ですか。テキットのリーバイスの80年代90年代のユーロリーバイスのリペアのモデルです。なんでこうすごい綺麗に色も落ちたりとかしてて、うん、多分どれも一点物サイズとかもこれとかもこことかはげちゃったりしてるような一点物なんですけど、カラーの落とし方とかこの辺のリペアのステッチワークとか、うんうん、新品じゃ出せないかっこよさかなと、ジャーナルらしいというか、うんうん、こういうちょっと古着ミックスみたいなのとかっこいい、ね、向こうにあったユーロテック系とかと合わせて着るのが今年かっこいいかなとは。いいですね。これはこのカラーがかっこいい、これ買います。はい、これでおいくらぐらいなんですか。1万3000円になってます。へえ、買いやすいですね。こういうの町田にはないの。町田にもあります。じゃあ店舗によって違うんですか。そうですね、一点物なので町田だとここまで縦に綺麗に落ちてるのは見たことなくて、町田はもうちょっとこう破れてるのこういうリペアしてるものばっかりって感じです。ちゃんとお金払っていただいていいですか。今聞いてて欲しくなったんで、これちょっと気になるんですけど、それ今大成くんが提案してた大成くんの意味だったやつにこう合わせてちょっとこれにします。これとこれでこれも買おうかな。すごい派手。そう、今ちょっと実はあの部屋改装したんですよ。改装でクローゼット見直したら、うん、色物が全部焦ってて、あ、はい、だから買い足そうかなと思ってた。ヴィンテージになってたんですね、はい、だから結構買ってない。結構買ってますよ。これとこれとこれと、あと T シャツ2枚と小物も買ってますもんね。大丈夫そうですか。大丈夫大丈夫。リボするんで得意のリボね。ジャーナルっぽいって言っていいんですかね。ねえ、独特しいよね、うん、私のなんか思うジャーナルメンズのイメージはこんな感じな気がする。はいはい、こういうのをね、インド時間普段は2枚とか3枚とか組み合わせて1枚のシャツ使ったりしてるらしいんですけど、そう、今回は別注であえて1枚の生地でシャツを作るっていう別注にしてるみたいですよ。あ、そういうことか、うん、ビンデューいいっすね。ビンデュー可愛いですよね。かっこいいっす。かっこいいね。これ金額はどれぐらいなんですか。そうなのよ、これ爆買いしに来たけど、ちゃんと考えないと生活できなくなりますよ。ちょっとこれ考えます、うん、大勢まだ買うの。ちょっと最後に靴が気になりますね。ちょっとこう梅雨時期に入るんで、うん、足元もこう雨もいけるようなのが一個欲しいなと思ったんですけど、今年はメレルはいいんですけど、個人的にはこのリグがホールド感ありそうですね。ありそうですよね、うん、なんかホカみたいな感じの分厚いソールなんですけど、すごく軽いのと、始まったばっかりのブランドなんで認知度そんな高くないかもしれないですけど、うん、物作りすごいいいかなと思って、これとかビーチサンダルより履きやすいし、こうホールド感もあるんで、うん、雨とかも全然いけると思うんで。大成君って雨の日何履くんですか。雨の日は基本ゴアテックスのスニーカーとかなんですけど、やっぱりこう時期的に足元の音軽く見せたいなこういうの欲しかったんで、うん、これ買います。黒、うん、これでゴール。これでゴールですかね、玉木さん。まだ欲しい。まだ探します。じゃあ大成くんはこれでゴールにします。
楽ちんが僕言ってたじゃん、オープニング。うん、面ポリのこのすっごい楽これ。あ、なんていうんですかね、こうちょっとふかふかする。ああ、こういう素材楽じゃん。あ、すごい色が違う。そう。何色にするんですか？大勢の真似して、僕はこの楽な服欲しかったんで、ちょうど、うん、なんか部屋でも着れて、コンビニも行けて、適当に着れて、でそれっぽく見える。そうで、あわよくばそのまま友達に来て泊まって寝て、汚れても気にして。7000円。7000円。なんだよ、お呼ばれキャンプ。お呼ばれキャンプに良さそう。椅子だけでも持ってくるっていう、ヘリノックスの。重たいんじゃないの？ああ、意外と深めで座りやすいですよね、ヘリノックス。これでも持ってる人結構多くない？多い、なんか。これ下の袋に入るやつ、ね、下の袋に折りたたんで入れられるんで、なんかもう荷物とかもすごい少なくできますしね。うん、どうもてなされキャンパーとしては。椅子、ヤッホーで買ったんですよ、ね。え、そうなんですか？あのカナダの木のやつ。スパッツを玉木さんは買ったんです。スパッツを買って、やっぱいいのよ、聞いたから。うんうん、でもライトとこう両方あるのがジャーナルなので。確かにね。これ考えます。考えます。要検討。要検討っすね。あ、じゃあ戻しといてくれよ。わかるぞ。すごい。引きつけられる。メンズといえばなんかトートなイメージが、うん。最近ちょっとそういう活動するときとかカバンが必要になってきた。ああ、確かに。荷物がある、ね。そうそう。ちょっとこれ買うかも。かも。要検討。ここにもヤッホーじゃないの、これ。あ、一番奥にもあるんです。すごいな。いいかな、でもいいかな。おしまいにしときますか。そうか、ちょっと。では、レジ前に集合でお願いします。はい。大成くんから金額を。うわぁ、いいですか、はい、どうぞ。店員さんなので自分で。そうだな。はい。あれ、これで全部？これで全部、うん、です。すごく生々しい数字。リアルな数字になりました。リアル。やっぱりね。あー、生々しいですね。リアルですね。リアルよね。57,860円です。うん、買い上げありがとうございます。ありがとうございます。こんだけ買ってこの値段って感じですか、ね、うん、はい、すごい欲しいんだったんで。じゃ、これはお支払い、後ほどお願いします。お金下ろしてきます。お会計の準備どうでしょうか？悩んでたよ。え、最後の選定中？いや、あ、麺で。買います。失礼します。はい、玉木さんレジできるんですか？できない。予想はおいくらぐらいですか？4万8000円。大体僕の爆買いそれぐらいです。おお、いつもする爆買いがそれぐらい、はい、4万円を超えてくると多分もう無理。おおスーさん、なんかやってない？79,640円。はい、ありがとうございます。で、ここでこれです。はい、お願いします。お疲れ様でした。千葉どうでしたか？大好き。でもまあ、テンション上がりました。うん、洋服欲しい人と、あとヤッホーですね、うん、一番はもう。そうなの、ワンヤッホーがある。いいよ、いいジャーナルらしい。らしいです、ね。店長のスーさんはキャンプ超好き。超好き。おかしいぐらい足が赤い。黒い声で。詳しく教えてくださるので、うん、そう、絶対そうです。はい、
なんかこんなの欲しいなとかがあればさっと言って聞いてもらえればいいかなと思います。間違いないです。はい、最短ルートのご紹介だけお願いします。千葉店へ最短ルート JR の改札、うん、中央改札があるんですけど、うん、そこを出るとまっすぐジャーナルペリエというところがあるんで、ペリエ、そこまで大股で15、6歩です直結でね、超直結です。本当に近いのでぜひ遊びに来てください。仕事帰り、学校帰り、仕事終わり、ディズニー帰りとついでにいいかも、はい、うん、何でも揃いますね。ぜひ皆様チェックしてみてください。ぜひぜひ千葉ペリエ行って。大成さんご紹介は、大成さんご紹介しようか。そうっすよ、大成さんわざわざ今日は4時半起きっすよ。4時半起き4時半起きで茅ヶ崎から。そうだよ。でもさすがやっぱり普段からキャンプしてるだけあって、グッズにも詳しいですね。ありがとうございます。すごくめちゃくちゃやっぱいいっすね。大成くんのインスタ見てたら上がってきそう。あもう、うん、来週キャンプ行く。あ、来週また行くんですね。はい、ぜひ、じゃあ、インスタグラムをチェックしていただいて、はい、それでは皆様お付き合いありがとうございました。スーさんもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます、スーさん。さよなら。